たを知るたび、僕は新しいことに気づかされます。あなたの気持ちなど関係ない。僕はあなたを返す。おい、いつまでそうしている。鬱陶しい。いい加減にしないか。固いことを言うなよ、ユリウス。仕事をしたいなら部屋に戻ってくれていいんだぜ。そうしたいところだし、現にさっきまではそうしていたが落ち着かない。ここはお前たちの遊び場じゃないんだぞ。ユリウスを困らせるような遊びはしていないだろう。ただ景色を眺めているだけだ。女の子には感傷に浸りたい時ってあるもんだよな。君にもそういうのがあったのはちょっと驚いたけど。怒るなよ。そこまでは言っていないだろう。けど今の君の状況は自業自得でもあるよな。
君が受け入れたからペーターさんもあんなになっちゃったんだぜ。そもそもこの世界に来たこと自体君が受け入れたからだ。白ウサギの話か。くだらん。くだらないからくだらないと言ったまでだ。何を悩むことがある？奴がどれだけお前に執着していようと、お前はお前で自分の結論を出せばいい。自分の居場所は自分で決めろ。簡単なことだ。可能かどうかについても、帰ろうと思えばいつでも帰れる。それはお前も分かっているんだろう？あなたも強情な人だな。残るって言ってくれれば責めたりしないのに。いいですよ。固くなな方が征服しない。そういう男を恋人に持ったんです。諦めなさい。言いますよ、恋人ですから。
僕たちは恋人です。僕がそう信じているんですから恋人なんですよ。いいんです。いいんですよ、片思いの恋人で。片思いのままでいいです。片思いであなたに欠損しているストーカーとかそういうもののままでいいです。でも思い込みなら壊れません。ずっと変わらずにいられます。思いだと壊れても片思いなら壊れない。僕は変わらずにそのままでいたいんです。僕は変わらないですよ。どれだけ時間が経とうが僕は変わらない。時間は僕を変えられない。僕が変えていくんです。だって僕こそが。ダメだよ。聞いちゃいけない。これは夢なんだから。だから、僕の気持ちは永遠に変わる。